はい、こんばんは、友達でございます。ちょっと連日もくちゃびりになってますが、まあいいや、週末だしね。思いっきり水ぶくれになりました。まあ明日にはもう弾いてますけどね、いつものこと、ベースを弾くとね、このギターはねここですけど、ベースここなんですよね。こういうとこね、こういくからね。はい、というのも、近いな久しぶりに、セルフルバンド、本当に久しぶりですね。まあちょっとバタバタしててやる時間もなかったっていうのもありますし、ちょっとベースに手が伸びなかったですね、このとこね。なんですが、月タムの最新曲ですね、君の愚痴、君とキスっていうね、月ちゃんが仕事の空き時間でコンビニ寄った時にサクッと書いた歌詞に、私が仕事の空き時間にサクッと曲をつけたいつ6月17日ん1週間ぐらい前ですか。あ、1週間前だね、ちょうどね。に、あれはセミアコとアコギですか、で出したやつね。まあ、これはね、もう作った時から、あ、これはもうバンドやろと、思ってた曲なんですけど、まあ、週末今日、できそうだったんでやってみました。はい、未だにね、ベースはね、やる前にドキドキするんですよ。ベースラインつかなかったらどうしようっていうね、のがまだあるんですよね。つくんですけど、まだね、ギターはそういう不安ないんですよね。カバーするにしても、オリジナルやるにしても、まあ、もう、なんかしらつくかな、なんて意識なくやってるんだけど、ベースはね、うまくいくかなっていう不安がまだあるんですよね。まあ、つかないことはないんでしょうけど、サクッといくかなって不安があるんですよ。で、現にすげえ時間かかったりすることがあるんですね。ベースラインが決まらなくって。まあ、今日はでもね、この曲ね、は、楽でしたね。まあ、曲の構成もまあ、シンプルっちゃシンプルなんでね。これ実はね、狙ったわけじゃないんですよ。狙ったわけじゃなくて、気がついたらなんですけど、とある有名バンドの有名な曲かな？有名っちゃ有名だよね。あれのラインになってしまいました。あれはなんだ？ユニコーンの服部。これは違う、これは服部だけどね。君の取り柄、足の長ん、うーじゃんに足の入って肩の力抜けよ、ベベ楽勝。コードが一緒だった、うん、ダメ、これいいやとそれが早くついた理由の一つなんですけど、だってハマるんだもん、これが。しょうがないね。全然そんな意識しなかったんですよ、服部のことなんかね。はい、ではベースがついて、でドラムもね、もうこの曲はもうチャッチャーチャプチャプンチャンプチャチャッチャーチャカチャカチャンチャンチャカっていう風にギターを刻んでたから、もうこれはドラムももう作った時からもう頭の中でやってまして、どんどんターンツタツタツンターンツタトットターンツタツタツンタ。でこの曲サビでね、ストロークパターンを変えてグッとこう落とすというか落ち着く感じの曲だったんで、そこがどうかなと思ったけど、まあそのまんまトットターンツタツタタンタカタカトントンターントントンターンにこう変えればいいだけだったんで、ドラムも、まあそこそこ、につきまして、
ほいで、この曲リードつけてなかったんでね、つけようと思ったんだけど、ギターアレンジだけの時は、なんか出てこなかったんですよ。逆にこれアコギでなんかこう、じゃがじゃがやった方がいいんじゃないかっていう結論で出したんですけど、やっぱベースとドラムがついてくると変わるね。これも面白いね。出てくるね。そういうリズムものが出て、なんでしょうね、なんでしょうね、なんでしょうね。なんつうの、グルーブが出てるからかな。よくわかんないけど、あんまりこう何、苦しまずに、ソロ出ましたよ、リードが乗っかるリードが。ギターだけだとうまく出なかったリードが、ベースとドラムついたら、ふわっと出ましたよ。不思議だね、面白いっすね、ほんとね。ほいでね、たまにはレスポール弾くかと。ギブソンじゃないけどね。ヒストリーのね。レスポール弾くかと思って、重たいレスポールを一生懸命背負ってさ。で、レスポールはこう、あぐらかいてやると弾きにくいから、椅子も出してさ。用意して、弾いてみたんだけど、なんかしっくりこないんだよね。なんでだと思ったら、レスポールは、どっち、あれなんですよね。ハムピックアップなんですよ。音圧すごいんですよ。で、この曲、どっちかっていうとライトな感じの曲なんで、うん、と思ってね。で、セミアコの、私のセミアコは、ハムとシングルが切り替えできるんで、そういうことかと思って、シングルってやったらガッと来たんですよね。ドンピシャで。セミアコのシングルのフロントピックアップの音が。それまたへーでしたね。はーほーっていう。ちょっと前まではね、シングルピックアップなんか、いつ使うのって感じだったんですよ。ガンガン行きたかったから。もうハムの、で、しかもリアね、フロントもボエなんかこもってて嫌だなと思ったから、チャキチャキのギャンギャンの、ハムピックアップの、リア。ギャーンと出すのしか使ってなかったんですよ。それがフロントピックアップの奥行きの良さが分かり、あ、これはもうリード弾くときはもうフロントの方がいいじゃないかと思ったのがちょっと前にあって、で、セミアコせっかくついてるからシングルピックアップってやってみようかと思ったら、そのシングルの、なんていうんですかね、軽快さといいますか、ちょっとこう、かすれたっちゃ変だけどさ、まあ、シングルの良さが、分かって、やっていたっていうところからの今日やってみたら、ハマりましたね。まさに、シングルピックアップのフロントでやったからね。だから、前は多分この音全然興味もなかった音なのに、まあ、これがいいって思ってるんだから、これはまた面白いもんでございますね。はい。まあ、昨日ね、総合力って話をしましたけども、まあ、この辺が本当に、はい、私の強みかと思うんで、バンドが打ち込みじゃなくて、全部自分で楽器を演奏してできちゃうっていう。さすがに平日は厳しいけどね。土曜日は仕事だけども、わりかし時間あるんで、特に何もなければ。まあ、今日はそんな感じだったんで、やってみましたけどね。はい、まあ、いいんじゃないですか。これはいいよ。月タム、そんなことしてないけど、月タムでもしシングルカットするんならっていう妄想があるんだけど、これはシングルカットですね。キャッチーだし。まあ、そんなこんなで、久しぶりにセルフルバンドやりましたよっていうお話でございましたけども、はい、ぜひお聞きになってみてください。ヘッドホンで聞いてみてくださいね。ミックスもうまくいったと思うよ。アコギの音もキープにちゃんと残ってるしね、音を重ねていくとね、こう埋もれちゃう音とか出てくるのが大変なんだけど、最近は一応みんな
どの音も聞こえるようにはできてるんじゃないかなと思いますんでね、その辺もお聞きになっていただければと思いますが、ということで今日は久しぶりにセルフルバンドやりましたということで、月田の最新曲、君の口君とキス、はい、ファンキーな曲を、はい、バンドにしてみましたんでお聞きになってみてください。ということで明日は地区の草刈りがあるの忘れてましてね、ちょっと早起きなんで、はい、まだ寝ないけど、まあ早めに寝たいと思います。ということでタブランチでございました。それでは今日はこの辺で。